夏に膝を痛め決して万全とは言えなかった今年の全日本、それでも攻める姿勢を貫き4位に入賞。オリンピックシーズンでもある来シーズンにきっとつながりますね。さあ今年のメダリストオンアイス第1部の最後はノリノリのこのナンバーで締めていただきましょう。 Japan Figure Skating Championships 4th place Keiji Tanaka。 田中圭司、この衣装キレキレです。試合もそうでしたが、今日も体のキレすごいですね。そうですね。そしてまた楽しんでますよね。お客さんへのサービス精神というのもこのナンバーからすごく感じるんですよね。会社すごく体力使うんですけれども、はい、全然息切れしているように見えないほど軽やかですね。沸かせました。今日も楽しませてくれました田中圭司。大人気のエキシビションナンバー東方丈介になりきったグレートな演技でした。荒川さん、表情も含めていかがでしたか。はい、そうですね、クラシカルなイメージをお持ちの方多いと思うんですけれども、本当に表現の幅が広くて、そして楽しませるということをすごく大事にしたナンバーですよね。すべて一つ一つのポーズを変えてきます。まあ、田中圭司ですが、荒川さん、今シーズンは怪我から始まったシーズンでした。そうですね、本当にでも乗り越え方というのを経験からもう持っていたのかなという、本当強い気持ちでここまで来てくれたことにありがたいなと思いますね。はい、いや本当に表情含めて楽しませてくれました。素敵なスケーターに成長しています田中圭司です。